というわけでどうも皆さんこんにちは、ウルです。それじゃあね、今回いきなりダッシュターボから始まったというわけで、今回はホテルやっていこうかなと思います。じゃあホテルのところまでカットー。というわけでシルナビーチやっていきましょう。ホテルのロビーの秘密、あれこれなんだっけ。結構このホテル系はやった覚えあんだけどね、中に入るまでわかんねえんだっけ。これ相変わらず切れてるね、あれの人たち。ホテルの前で、何やのこれは、うーんみたいな感じで言ってる人、どういう感じだったか忘れたけど、大体こんな感じで喋り方だった覚えがある、関西弁の人たちね。まあ、関西弁だからっても、おーっと切れてますね。じゃあ早速話聞いてみましょうか。この人たちは話聞かないとね、毎回。何やってまだ入れないということは、うーあ、そうだ、うわーだ。お前は、なんて言うの、ちょっと、もっとガンガン言わなあかんよ、あんた。結局今回何があったんですか、ホテルに。うわーすみません、ごめんなさい。下っ端の私ね、何もわからないんで責めないで。かわいそう、この人。おい、ホテルのオーナー、何があったんです？あ、確か、マリオさんでしたね。あなたの腕を見込んで、またお願いがあるんです。実は、ホテルの中がお化けだらけでして。いやー、まあ、とにかく中へ、あなたは特別ですから、どうぞお入りください。ご遠慮なく。無理やり誘われたからすごい。データー、これね、あれなんだよね。これ確か水かけるとね、そう、こんな感じでブロックになるんだよね。ちょっと待って、すごいミスった。で、こんな感じで行って、ちょっと待って、これ嫌な場所にいんな。そうだね、これね、場所でちゃんと決めないといけないんだよね。だからちょっと上に行くまでカットかな、これ。上に行くまで結構大変なんだよね、これ。捕まれ！よし。で、ここに一回ちょっと経由しまして、そうだった！こいつは恋に化けてんだった！どうやって倒すんだっけ、このテレサーたち。あ、増えば倒せんだ。どういう理論？あ、あったあった。で、あそこに入ればいいんだ。上のテレサ邪魔だな。で、ここで、はい！あ、入りましたね。いや、ちょっと早っ！カットする必要すらなんか、じゃあ秘密政治ですね。いつもの。ドゥ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 、ベーツ、ドゥ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 。いや、ここ難しかった覚えあるよ、俺。確かね、これね、踏んでくんじゃなかったっけ、この子たち。ポンって言って、これで3個で踏んでって、で、これも確かあの子踏んでくんじゃなかったっけ。いやー、怖すぎるんだが、だから、そんなことも関係なく行く。で、ここはタイミング見て、こっから行かなきゃいけない。ここだな！ドン！コン！ここ！オッケー！で、これ確かね、ブロック壊せんのよ。で、こう行ってって、あ、ちょっと待ってね、壁キックができない。これ破壊するのマジ大変。破壊するまでカットしていいから。よし、OK。破壊できたんで先進んでいきましょう。なにここ、こんなステージあったっけ。やるしかねえ。頑張れ俺、なんとかできる。お前だったらちょっとギリギリに攻めすぎじゃない？落ち着け、いつも、冷静で、対処しろ。冷静すぎるね。OK。で、これ確かね、ここビップドロップすると壊せるんで。あれ？あ、スイカだっけ？ヒップドロップで壊せるの。あ、そうだ、スイカだわ。え、このスイカバーから下どんどん。バカちゃうあぶれ。一気か、掴みずれ。で、カメラワークこれなんだもん。いや、見えねえ。よし、オッケー、じゃあ行きましょう。あー、危ない。そうなんだよね。これね、こうやってゆっくり徐々に行くしかないんだよね。徐々の奇妙な冒険。パープルなんかヘブンじゃなかった。それ違うわ。全然、なんで、パープルヘイズだったわ、それ。恥知らずのパープルヘイズだったわ。あー、滑んだ。あ、怖すぎ。はい、って言って。入っていって、あ、しまった、困んなかなかった、ばっかえ、なにそれ。そんな死に方初めて見ました。よし、みんな戻ってきたよ。よいしょー。で、ここで社員確保して終わりー。いや、なんだよ、今。てか、普通にさ、上からヒップドロップで行けばよかったよね。途中で気づいたんだけどさ。簡単だったわ。二回死んでますけどね。永久ホテルデルフィーノ。いやー、これすっげー迷った覚えある。この迷宮すっげー迷った覚えあるホテル。てか今回関西人のおじさんいねえじゃん。なんだよ、あの人をいるビルためだけに俺このホテルやってるってのもあるのに。台無しだよ。もうホテルに会いに行こう。もうホテルの中入ろう。
いやーマリオさんどうぞお入りください。なんか嫌がってますガサーさん中へ。ほんと嫌がるよねそりゃ。でどう行けばいいんだったかな。でパイナップルをどっからか取ってくるんだっけこれ。そうだと覚えあんね。でこれだこの人はなんだっけ、ここカジノだっけ確か。申し訳ございません、カジノはただいま準備中でございます。そうなんだよね、これカジノなんだよね。カイジが好きそうだよね。でこっちおじさんが確かいたんだよね。高級リゾートホテル聞いてあげるでほんま。トイレが水漏れしてるようじゃあかんやろ。すげえ。で確かここ水漏れトイレってのがヒントでね、ここでほれこれで入れるんだよね。怖すぎない怖すぎない。人ちらやどうやって何勝手に入ってんのって言いたくなる。ちょっとカメラワークさん、あーどうも。あーちょっと待って飛ぶな飛ぶな。でこの女性の話かけましょう。見えねえ、私この絵から怪しい気配を感じるんです。あなたがどっからここへ入ってきたのかということもそれ以上に気になりますけど、まあそれはね。でねこのね絵よく見てください皆さん、何かに見えませんか。そうこの影の形ちょっとなんかちょっと絵の部分よく見てみ、テレサに見えない形、ちょっと入ってみようか。あれそうだ、これ絵で照らさないといけない、絵の具でやんなきゃいけないんだっけ。ちょっと待って、あのスティック押し込み。でこれで見ててみ、みんなテレサマークになるからほら。でこれテレサマーク好きな間ここら辺を透けられるとすごいよね。でここで確かね、でこれ全部コインは確かあれなんで、これで踏めば OK なんで、テレサを踏んで倒すってすごいよね。同時にテレサで踏んで倒せると思わないもんね。痛ーい。え確かね、ここはね、ここで確かね、絵を回転させればいいだけだから、ちょっと待って、これポイって。ポイって。なんでこっち回んないの？で、こっち回って、これも回るが、これでテレサになって、確かここ開くはず。そうだね。で、ここでポイってやって、で、これでもう一回これで反転サカちゃんして、で、ここでさらに入ってって、で、どっかにパイナポーがあった覚えあんだよね。この子なんだっけ？この子なんて言ってる？ちょっと何なの？どっから入ったのよ。人を呼ぶわよ。人ならここにいるだろ、俺という人が。で、社員の音聞こえますね。だいぶ近くなってきた。で、ここで、これで確か、これでやると、上げて、ここ入ってって、え、確かここ水で炙るんじゃなかったっけ。で、それでこういって、危なはーって言ってやって、踏んで倒して、コインもらって回復しつつ、え、こっからさらに、あ、青コインがある。やったねー、ラッキー。あれ、ここが成功法じゃなかったっけ。ここが正解じゃなかったっけ。どっからか行くんだったよなー。あれこれ、こっからヒップドロップしちゃっていいんだっけ。ちょっとヒップドロップしてみな。間違ったら戻る。ああ、そうだそうだそうだ。それで、あの、なんかよくわかんねえ。ちょっとなんかいるじゃん、かわいい子。かわいい、なんかすごい、なんかテレサね。で、ここでパイナップルがあるから、これを持って帰ればいいんじゃなかったかな。で、これで手ヨッシーを出して、で、もう一回あの子を、あの子を確か食べてくれるんだよね、ヨッシーを。攻略ですよ、もう攻略動画ですよ、皆さんこれ。サクサクすぎない今日。で、これもう一回確かあっちに戻るんだったよな。え、これどうやって戻るんだっけ。普通に扉から行って平気だったっけ。一回開けた扉ってダメだったっけ。いや、でも確かこっから戻れたはずだよな。とにかく戻ってきたんで。え、これで、これでワイを押すと食えるんですよ、皆さん。どうですこれ。すごくない？で、青コインゲットしまして。え、もしかしてこれ青コインだけの部屋ってことないよね。まさか勘違いオブザイヤー、これ。あ、勘違いオブザイヤーかもしんない。これ青コインがあるだけの部屋だったかもしんない、これみんな。やっべえ、上にどうやったら戻るんだこれ。ちょっと待ってみんな、出られなくなっちゃったんだけど。え、どうしようこれ。ちょっと、どうやって行くんだっけこれ。あ、ちょっとマップ開いちゃった、間違えちゃいました、ごめんなさい。違います、シレナビーチのことなんて聞きたくないんです。え、どうしようこれ。 X でとりあえず降りられはすんだけど、で Y でね、ヨッシーの弾ど外に出られないのよ。え、俺これどっから行ったんだっけ。ダメだ、鍵かかってるなぁ。あれ、どっから行ったんだっけ。あのルートで合ってると思うんだけどね。ちょっと待って、いろいろ散策してくるわ。キャー、あなたここで何してるのよ。ダズヨタのあっちですよ。ごめんね、こういう小ボケ挟まないで生きていけない性分だからさ。あ、みんな分かった。ここだ。ここだけ一つだけ扉が開いてんのよ。ここだけ扉が開いてんの。だからここだったらヨッシーから入れるから、もう一回ヨッシーを取ってきます。よし、みんなヨッシー取ってきたから行くぜ。あ、入れない、オッケー。ああ、入れない。ふーん、うおー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 、どういう入り方。ちょっと待って、全然上に上がれないんだけど。何これ、何これ、全然上に上がれないんだけど。ちょ、全然上に上がれないんだけど。何これ。かー、助けてモンテロジさん、ありがとう。こいつら食っていきましょうか。で、確かあそこら辺なんだよ。
ここら辺に確かホテルのあれ入り口があるから、ここら辺から行かなきゃいけない。地面に亀裂がどっかあるんだよね。だからそれを探索していって、ちなみにヨシはこれでテレサを食えるんで、こんな感じで探索していけば OK だったはず。はいはい、で食ってヨシテレサ食えるってすごくない？あれヨシがテレサ食うって初めてだよね。舌長すぎんでしょ。青コインゲッツー。あ、セーブしない続きにしちゃった。まあ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 いいでしょう。青コインは忘れないように取っといて、で、あそこは多分違うだろう。多分ここだと思うんだよね。あれ、なんかシャワー室っていうか、ね、部屋。で、だからここだから多分ここで入れば OK のはず。ここにひび割れがあるし、ここにヒップドロップすると、そう、こんな感じで入れるんだよね。いやー、どんどん、裏からこんにちは。おいおい、あんたプールには水着が入ってくるよなー。いや、ごめん、入るわけにはいかない。ちなみに、ヨシって本来水に浸かるとダメなんだけど、なぜこう優しい平気なんだよね。なんでだろうね。まあ、じゃあ取っていきましょう。いやー、久々にやったけど、意外と謎多かったわ。で、ヨシの初めてのシャインゲッツ。はい。いやー、このスターを今日はちょっと一回ラストにしましょう。カゾのデルフィールの秘密。お前どんだけ秘密あんだよ、ここ。こんな秘密あったっけか、ここ。カジノデルフィーノの秘密。カジノの秘密か、今度は。あれ、カジノの秘密ってボス戦じゃなかったっけ？テレサだった覚え、ボステレサだっけ、それ。ボステレサってタイトルだった覚えあるけどね。じゃあカジノやっていきましょうか。もうホテルの中入るまでカットにしよう。よっ。来ましたよ、カジノに。あ、マリオさんですね。どうぞどうぞ。やべえ、ダチョウクラブされた。来ましたね、カジノ。秘密ってどれだっけ？何やればいいんだっけか？なんか不調なものがあるみたいな感じだったような覚えがあるんだが、このおじさんはなんか愛してる。で、この BGM 懐かしくない？みんなマリス、ジャンボスロットですか？それはやっぱりセブンセブントレブルサーボンがいいんですよ。用法のスロットを777にした人はまだいませんね。なるほど。じゃあここのスロット全部777にすればいいんですね。了解しました。いや、777にそろまですっげえ時間かかりそうなんだけど、これ。いや、テレサ来んな、テレサ来んな、テレサ店来んな、テレサ店来んな、来んな、来んな。ちょっと全然来ないんだけど。こんなテレサしか来ないもんだっけ、これ。起きた、これは。よし。とりあえず、ラッキーセブン片方揃って、じゃ、逆側もかラッキーセブン揃えていきましょうか。こんだけラッキーセブン揃えていくだけ簡単作業ですね。これ完全に運ですね。よし、オッケー。両方ともラッキーセブン揃いましたね。ふぅー。で、これ確かね、何すんだったっけな、これ。秘密っていうほどの秘密ステージか、これ。何すんだっけ、これ。絵合わせだっけ、なんか絵合わせみたいにした覚えあるんだよね。ああ、そうだ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 、絵合わせだ。じゃあそうだね、あそこら辺だから、ゴシュ回しすぎたか。危ね。やるね、俺。そうだね、これちょっとちょび押しだとダメなんだよね。これね、難しかった覚えあるわ。いや、まずいみんなこれ。スタンパなく難しいんだけど。クソ時間かかるぞ、これ。行ったんじゃね。よし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 、お邪魔しますよ。あ、ごめんなさい、お邪魔できませんでした。あれ、これで終わりじゃなかったっけ。秘密ステージあるんかい、普通に。え、なんじゃこのステージ。え、なんじゃこのステージ。初見な気がする俺。いや、でもあのシャインやったってことは俺覚えてるよな、これ。あ、覚えてる覚えてる。タイミング間違った、確か死ぬやつだこれ。そうだ、タイミング間違うと死ぬやつだね、これ。どう行こう。どう行こうかな、これ。間違うと挟まれるんだよな、確か。こっちですね。よし、オッケー。あ、ワープ。危ない危ない、何してんの。あ、やめて。オッケー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 。追い出されなかっただけもオッケーもんよ。で、こいつ、こっち来んのね、危なかったわ。これ、こっち来んじゃないの。やめて、やめて、やめて、かあれ、でも壁キックすればあれ上に乗れんじゃね。あれ、普通にみんな行けたわ。普通に行けたに翔平だったわ。でもちょっと待って、こっち来んなよ、こっち来んなよ、こっち来んなよ、やめてくれよ。今来たら俺死ぬんだよ。何それ、危なかった危なかった。平泉線になってなかった、俺死んでたね今。で、ここは出たり入ったりを繰り返すだけの作業ですから、だからここでもう一回ジャンプで、なんかちょっとかげろうできたね、ここ。そんな気温熱い。で、これはまあ、普通に横に流れに逆らいながら走っていくだけでよろしかだから、ナウシカならぬよろしかだから、で、これでオッケー、ここに乗りまして、これ確かめんどくさかった覚えあるよ。あ、そう、果たして本当にそうかな、本当にめんどくさいかな、これ。あ、本当にめんどくさいやつだわ、これ。危ね。これで、飛べも
あぶねー、全然届きそうだった、あぶねー。よし、今回の動画ここまでしましょう。あー怖っ、秘密ステージほんと怖っ。でも昔の経験生かしてますね。アデュー。